スタートしましたまずは長いホームストレッチを使って先行争いです内から押して3番マイネル・アイザック接近していく2番・名将玉風外は7番・名将ドンタク各馬水しぶきを上げながらスタンド前を通過していきます名将ドンタクが先頭に立ちましたリードを2馬身3馬身と取っていきますマイネル・アイザック2番手3番手に6番ネオ・ブラック・ダイヤが上がって 4番手、5番、アドマイヤヨシ外は11番、アドマイヤブルー、最内ち、後ろ沿い2番、名将・玉風、その後は1段です、1番、金年マーシャル、4番、スノードン、8番、トラストワンが続いて、12番、アウォーディ後方2番手、9番、シャドウ・バンガード、最後方、離れて10番、当選春風、1コーナー回って2コーナーに差し掛かります。 先手は7番の名勝ドンタクですリードは2馬ハンとなって2コーナーカーブ3番マイネル・アイザックが2番手6番ネオ・ブラックダイヤ1馬ン差の3番手残り1400を切りました向正面に入ります2馬ハンの差4番手が11番アドマイアブルーその後は1段で2番名勝玉風5番アドマイアシ4番スノードン追走です前半の 1000m1 分6秒を少し切りました 中段グループにつける4番スノードンの後ろは8番トラストワ1、1馬審査で1番の金年マーシャル、後方3番手、2馬審査9番シャドウバンガード、ここは先頭までは12、3馬身、馬場の真ん中あたりを追走しています。1000メーター切りました。後方2番手、12番アウォーディー、最後方が10番の当選春風です。 3コーナーのカーブへと向かっていきます残り800を切りました7番・名勝ドンタクペースを握っていますしかし後続が差を詰めていきました34コーナー中間でマイネル・アイザックそしてネオ・ブラック・ダイヤが名勝ドンタクに並びかけて34コーナー中間残り6003馬審査4番手をしている11番・アドマイア・ブルー内にコースを取った9番・シャドウ・ヴァンガード外は5番のアドマイア・ツヨシですここで一段となって4コーナーカーブから直線コースに向きます先頭は今度は3番・マイネル・アイザックか400を切ってこれ から坂を迎えますネオブラックダイヤ、叩いて2番手、3番手は横に広がって、内はアウォーディシャドウ・バンガード、最内名勝・玉風、外は11番のアドマイヤ・ブルーで、坂を上りきってあと200、先頭はアウォーディーに変わった、外はアドマイヤ・ブルー、ピンクの帽子2頭に、内から迫る2番の名勝・玉風、現在3番手、追い込んできた5番のアドマイヤ・強しあるいは9番、シャドウ・バンガードなど、先頭、11番のアドマイヤ・ブルー、先頭、合理2着は3頭接戦。